宇宙に住む全ての人々に聞いてもらいたい。私はキャスバル大工、デギンザビによって暗殺され、志半ばで無念の死を遂げたジオン共和国の創始者ジオン大君の息子である。デギンザビの敷いた独裁制により、ジオン公国はザビ家の私物と化した。この大戦もその私利私欲から起こされたものである。私は亡き父の志を継ぎ、この戦いに終止符を打つために今ここに立ち上がった。我ら新しきジオン、ネオジオンはスペースノイドの事実を勝ち取るため、ザビ家独裁政権および地球連邦政府に対し宣戦を布告する。ご立派です、キャスパル総帥。私には父のような崇高な考えはない。ただニュータイプの時代の変革があるのならば見てみたい、それだけのことだ。私はニュータイプ論に惹かれます。そしてニュータイプ論を唱えたあなたの父上にも、あの方が思想家ではなく政治家であったならと悔やまれてなりません。人は万能ではない、私だって思うのだ。野心家かもしれぬと不安になる。率直です。それが命取りにならぬよう祈りますが、あまりに含みの多い行動というのは人を疑わせます。あなたは私より年上だ、今後ともいろいろ教えてくれ。キャスバル・レム大君率いるネオジオンは戦いに敗れた。しかし戦いの後、キャスバルの姿はなく、生死の確認さえできなかった。いつの日か歴史の表舞台に立つ赤い彗星の姿を再び見ることはできるのだろうか。ネオジオンは戦いに勝利し、スペースノイドの自立を勝ち取ることに成功した。なぜこの戦いは起こったのだろうか。それはこの世界に2種類の人間がいるからであろう。つまり地球に住む者と宇宙に住む者。ならば宇宙移民が始まった頃の構想を復活させ、人類の全てが宇宙で暮らすようになれば争いはなくなるはずである。ネオジオン総帥キャスバル大君はこの考えを実行に移した。地球に宇宙要塞アクシズを落下させ、地球を居住不能にしてしまおうというのだ。しかしそれは同時に地球に住む人々を虐殺することを意味していた。キャスバルはその罪を一身に背負うことで人類の歴史から戦争をなくそうとしたのだ。果たしてこの試みは成功するのか。結局戦いの場が変わるだけで人類は戦い続けるのではないだろうか。地球の重力に惹かれた魂を解放しなければならんのだ。私の食材とは父の理想を実現し、人類全体をニュータイプにすることだ。愚かな者に地球を汚染する権利はない。だから私が粛清する。私は人類を、地球を救わなくてはならんのだ。その期待では話にならんな。私の家系は瞳悟空の家系らしい。